須川大地です。瀬田遥です。ということでガチンコ女子ゴルフ部大取り登場ということで、はい、瀬戸ちゃんが最も今70代に近い女子っていう、ただそこの壁を越えるのはなかなか簡単ではない、ね、はい、ハーフは今ベストはいくつですか？40ですね。40ですね、はい、でドライバーはもうほぼ完璧と言っていいくらいの仕上がりの日もあったりなかったり。そうですね、うん、大きいミスは減りました。前回ラウンド行った時は本当にジュアチョールで全部ドライバー100点みたいなラウンドがあったんで、うん、もう感動したって感じだったんですけどまあアイアンがね新しくちょっと変わって、はい、そうですね、シャフトにまだ慣れてないというところなんで、うん、今日は何からいきますか？でも今日悩みが3つあって、まず1個目ドライバーが意外に捕まらない。意外に捕まらない、はい、まあ、フェードでもいいんですけど、はい、ドロー打とうとしてるのに、まあ、打てないっていうのが、うん、ちょっとイメージと出玉の違いがちょっとあって、確かにイメージはドローにしたいと、はい、ただその怪我する球は出ないっていうレベルなんですけど、あと、うん、が7番アイアン8番アイアンあたりがやっぱりちょっとうまく打てなくて、うん、でここが打てないのでミドルアイアンだね。そうです、はい、うん、だからレディースで距離は短くなってても結局パーオンしないって、ドライバー打って、はい、残り、まあ、110から30あたりみたいな、うん、そうですね、うん、それが2つ目。2つ目で3つ目はあのスイングのことじゃなくて、うん、その自分のゴルフの強みとか、うん、どういうゴルファーなのかなっていうの最近なんかすごい。いや瀬戸ちゃんの強みは飛距離です、うん、でも飛距離だったんですよ。自分は飛距離かな、ドライバーの飛距離、はい、まあ、周りが飛ばす人が多いからさ、はい、瀬戸ちゃんの周りが。そうなんか今まで飛距離が強みですって言ってたのが最近それ言えなくなってきて、うん、すごいと怒られるよ瀬戸ちゃんに飛ばない人に辛口コメントになってきたよ ね、 そうですね、自分に対して。でもなんかこう自分の強みとか自分はこういうゴルファーですっていうのを確立今年したいなって、大地さんの最高スイングみたいに、うん、こう70代を出すっていう上で、はい、クリアしているそのスキルとしては、うん、ドライバースキルとパッティングスキル、はい、ここの2つはもう70代を出す上でクリアできてること、うん、だからアイアンのスキルが今のところね90代のスキルって感じ。そうですね、はい、うん、そこアプローチの、ショットも90代から80代っていう感じのスキル、うん、うん、だからこのアプローチとアプローチのフルショットミドルアイアン、はい、ここがやっぱりとにかくスキルアップしたら、はい、まあ、70代が見えてくるんで、そこじゃあ順番にちょっとドライバーからいきますか。はい、はい、ドライバーから、うん、ドライバーはちょっともうちょっとドローが出てほしいなと。そうですね、たまにすごい伸びやかな球が出るんですけど、うん、やっぱどうしても、まあ、フェードで200ギリいくかいかないかみたいな日が結構多くて、うん、トラブルです。はい、トラブル。なんかさっきから見てるとね、ドライバーそのチョロミスが出てますね、はい、なんかバックスイングが速くなってるもんね、うん、そうです。コースに比べるとね、はい、こっちビューンって速くてちょっとそれに持ってかれてオーバースイング気味にこう体が軸が傾くほど回りすぎちゃってるっていう感じ、はい、うわ、なんか急にですね、気になった点はまずちょっと左肩がこう上がりすぎてる感じ。今こうやって戻したけどそこが問題じゃなくて腕自体が上がっちゃってる。あ、だからグリップの握るところ、はい、多分使わないから左手をねこうすごく内側にこう、まあ、ストロンググリップっていうやつだよね、うんうん、ちょっと内側に入れようとした時にこの肩がさ少しこう上がっちゃってるんだよね。で右手に関してはちょっともう一回グリップパッド握ってみて、全体的にね腕肘がねちょっとこう内旋気味なんだよね、うん、左手前で右手のひらパーで左手を乗っけてあげる、で脇を軽く締める、軽く締めて肘同士がちょっと近づくみたいな、はい、そうこの手の形にしたいんですよ。あ、ちょっとこう軸を多少傾けたとしても肩はそこまで上がってないんだよ、うん、あ、そうですね、うん、でさっきのグリップ持った状態だともう一段肩がそう上がってる、うん、からお腹とか足の動きで動かすというよりも途中からこうグッてその硬さによって腕で操作したいっていう感じが出てくるので、はい、まずそのアドレスの手の形、はい、そう一回肩上げて下ろしたらーん、そうそうそう、ここでここに、あ、一回置く、そう置く、右手も一回ダラーンってちょっとパー手のひら上に向けてから軽く引っ掛けに行く、でちょっと持ち上げて肩肩甲骨少し固まらないように、そう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 、OK、 これでやっぱちょっと違う感じになる肩のこう上がり具合が、うん、
ポイントはお腹が僕の方に向いてくるでしょ、インパクト、はい、そうで、この時に、右肘はもうちょっとね引きつけなきゃいけない、そう、あ、左手だけで言うと、はい、お腹が左にこう向いてきた時にここが張る、で次右手は肘がこうやってくっついてくるような感じ、背中が丸くなるポイント、さっき瀬戸ちゃんのやっぱイメージはこうなんだよね。うん、確かにそうですね。そう、やっぱこれはさ、遠心力でどん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 クラブがこう痛むとこう前に行っちゃうんだけど、はい、向こうに行くこうクラブに対してやっぱり引っ張ってなきゃいけないんだよね。巻きつける。そう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 。なので構えからもう一回アドレスの形を作ってインパクトっていうこの動きをちょっとイメトレでねやってみる。肘がもっと近づく。もっと。そう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 。こんな感じ、もう一回戻してアドレスでインパクト、そう、ドライバーって右の腰の上で回る意識で合ってますか？捕まんない場合はちょっと右軸のイメージはしていいかもね、うん、勝手にそこでスッてブレーキかけたら勝手にそうヘッドだけボールに向かってくれるような動きが、その自然とそうこうねじれしなりがボールに向かってくれてる証拠だから、ダラーンと、そう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 、うん、今のでクラブ軌道はね、はい、ちょっとストレートに改善された。なんか今通ったことない道を通りました、手がなんかちょっと沈み込む感じってあります？沈み込む感じがあるんだけど、実際には頭が沈み込みすぎないように足がその力をちゃんと受け止める、うん、伸びたこの右脇腹が圧縮する感じなの、ここが、うん、くっへこむ感覚、うん、お腹が、うんうん、その時ってやっぱりこう左足にドンと力が入るから、ちょっとこう下にやっぱり引っ張り込めた方が、はい、あのスピードも効率も上がるから、うん、ちょっと音は変わりました、いい感じ、うん、まあ、フィニッシュの形を見てるとさ、一番最近変わったなっていうのは瀬戸ちゃんのこの左手のこの甲なんだよね。あ、そうですね、上向けるようになったんです。そうそうそう、はい、テクニックとしてはやっぱりフェースをこう返さないで打っていくテクニックの一つだから、結構中上級者のテクニックなんだよね。まあ、ねじっちゃう人はさ、こういう風にちょっと違う形に肘も折れてくるんだけど、まあなんていうんだろう、動きとしてはもう完全にフェードっぽいような感じなんで、これをドローにもししたい、イメージ的にドローにしたいんであれば、はい、あの右肘の位置をもうちょっとやっぱり体のこう背中側に意識して下ろさないといけない、うん、右肘を極端にこうやって体にくっつけて近づけて、このまままずハーフスイング、そう、これめっちゃインサイドからまあ来てる状況なんでね、はい、まあ、3度くらいこれでインサイドだから、まあ、これが最初のインサイドから下ろしたいこう動きのまずスタートって感じ、はい、ドライバーのインパクトの時に右膝がちょっとこう曲がって、うん、内側にこう入って内側来ていいんですよね、うん、こっち下がってれば多少出ても絶対スペースあるから、うん、はい、こうなってなければ大丈夫、こっちが上がってなければ、うん、それで、あ、近い、それで打ってみたらいいと思うよ、はい、おお、だいぶストレートに近いそうな感じ。そうですね。しかも軽く振ってすごいインパクトがいい音してました。面がね、ちょっと上目に向いてる感じが、今ダイナミックロフト 19.7 っていう、結構ちょっと20度で当たってるから、はい、これスピン量増えちゃうから、うん、まあ、もうちょっとインサイドからのイメージと、フェースが今こう上向いてる状況だから、はい、これやっぱ手の形としてもうちょっとこう下に向ける、閉じてくる感じでいいよね。はい、ロフト立てる感じ、そう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 、あの高さでいいよ、あの高さでいい、あれでちょっとこの肘くっつけ練習を交えながらやってあげると、はい、ダイナミックロフトは今ので13度だから、はい、うん、ロフトの角度よりもプラス3から5くらいな感じが一番こういい打ち出し角になるから、はい、じゃあ今13ちょっと、13ちょっと、うん、15度くらいでも全然いい感じ、はい、このアドレスとここ気にしてたら、まあ、そんな変なことにはならなそうなんで、うん、ということで問題のアイアンちゃん、はい、いきましょう、はい、7番やん、7番やん、7番やん、どこだどこだどこだ、これかな、そっちか、これですね、7番